世界で一番短い聖書のお話の時となりました。今日もうちからお話をしています。今日の聖書の箇所は詩式の6章の14節、あなたのその力で生き、イスラエルをミディアン人の手から救え、私があなたを使わすのではないか。このことからお話をしたいと思います。私たちの教会に M 兄弟という兄弟がいました。彼はいろいろなものを作ったり、あるいは修理したり、そして細かいものを運転したりする能力には長けていましたが、人間関係が非常に苦手だったんですね。そしてですね、いろんな方々とぶつかっており、特に印象深いのはクリスマスの日に新しい人たちが集まっている中で大声を出して喧嘩したということです。そしてその彼は、その自分の性質のこともよく知っており、教会の牧師になるのは自分は向いていないということをはっきりと表明しておりました。私もそのように思っていたんですね。ですから彼はそういう働きに就くべきではないし、賜物はないと思っていたのです。ところが神は真の私たちを知っており、真の最善の私たちの計画を持っておられます。その神が語られたんですね。この者には牧会の賜物がある、教会を立て上げると。私はそれは信じられませんでした。周りの人も信じられませんでした。彼も信じられませんでした。しかし主がそう言われたんですね。それで私たちは、言われた言葉は吟味しなければなりませんから、これが神から来たかどうかということを吟味したときに、まさに主から来たというふうに確信せざるを得ない言葉であるということを悟ったのです。そして彼もその言葉を悟り、さらに神様の言われるように人の関わりの中で、牧会をする牧師の働きの中に入っていったのです。そして私たちは神を崇めました。神は本当の私たちの能力を知り、本当に私たちに最善の計画を立ててくださいます。彼を通して7つの教会が立て上がりました。彼は牧師らしい牧師として人々から評価されています。彼も私たちも彼の能力を知らず、最善の計画を知りませんでしたが、神様は知っておられました。神様は皆さんの最善を知っておられます。皆さんの賜物を知っておられます。また皆さんの人生の最善の計画を知っておられます。その神に私たちが聞き従うときに、私たちは最善を見ます。どうもありがとうございました。